ノース人によるアメリカ大陸の植民地化は10世紀にはすでに始まっており、ノース人の船乗りが北アメリカの北東園を含めきた大西洋地域を探検し開拓した。グリーンランドにおけるノース人植民地はほぼ500年間続いたが、これに対して北アメリカ大陸の開拓地は規模が小さく、高級的なものにまでは発展しなかった。 後悔がなされる合間に、例えば木材の伐採などを行った可能性があるが、北アメリカ本土にノース人が開拓地を維持したという証拠はない。アイスランド人のサガによれば、アイスランドからのノース人が最初にグリーンランドを開拓したことになっている。時期は980年代であった。このサガが開拓当初のことについて与えてくれる。 情報の、その信憑性を疑う特別な理由はないが、サガとは中世アイスランドの書き手や、聴衆の文学的先入観を表したもので、あるだけに、常に信頼できるものではない。このためノース人によるグリーンランドの歴史について、これを一時資料として扱うことはできない。赤毛のエイリークは、過失による他者の死を犯した後、アイスランドから追放された。 その追放の3年の間に、彼は、グリーンランドの無人の南西海岸を探検したと言われている。エイリークはこの地域に開拓者を招き入れようと考え、植民の意志を潜ませている者たちを引きつけるため、わざと、グリーンランドという名を選んだ。彼は、この土地に良い名前を与えれば、人々はそこへ移り住みやすくなるだろうと述べた。彼は、 自らの名前を付けたエイリークスフィオルドという長いフィオルドの奥地にその領地ブラッターフリーズを建設した彼に従った者たちにはその土地を分け与えた東入植地の地図現在の過去特区ナルサーク及びナノルタリクの町をカバーしているエイリークスフィオルドとブラッターフリーズ農場が表示されガーダーには司教官がある開拓の最盛期には 東と西の二つの入植地があり、人口は三千人から五千人、少なくとも四百の農園が考古学者によって同定されている。ノース人の建てたグリーンランドには、ガルダールに主教官があり、生打ちの牙、毛皮、ロープ、羊、クジラあるいはアザラシの脂身、ホッキョクグマのような、生きた、動物、牛比較などを輸出した。年、住民は、 ノルウェー国王の支配を受け入れたが、独自の法を持ち続けた。1380年、ノルウェー王国は、デンマーク王国と、私的な合併を締結した。入植地は14世紀に衰退し始めた。西入植地は1350年頃に放棄され、1378年には、ガルダルの司祭もいなくなった。1408年に一件の婚姻が記録された後、 入植者に関わる記録は残されていない。東入植地は15世紀後半にはなくなった可能性がある。ただし、正確な年代は特定できていない。最近の放射性炭素年代測定によって、ノース人の入植地は、西暦1430年プラスマイナス15年まで存在したことが分かった。この衰退を説明するため、いくつかの説が提示されてきた。 この頃の商標期によって、グリーンランドとヨーロッパとの航海が難しくなり、さらには、グリーンランドで農業を営むことが難しくなったこと。また、グリーンランドが輸出していた牙は、アフリカからのより安価な増減によって、ヨーロッパ市場での競争力がなくなったこと、などである。グリーンランドに住む人々との接触がなくなったにも、かかわらず、ノルウェーデンマーク王室は、グリーンランドを、 領有地であると考え続け、この島の存在が地理学者から忘れられることはなかった。グリーンランドより西にある土地も記憶されていた可能性がある。グリーンランドに昔のノース人の文明が残っているかどうかはわからなかった。もし仮に残っていたとして、スカンディナビア半島で宗教改革が進んでから200年も経った末、カトリックが残っているかもわからないままに、 1721年には、ノルウェーの宣教師、ハンス・エゲデが率いる商人と聖職者の合同遠征隊が派遣された。この遠征隊は、ヨーロッパ人の生存者を発見できなかったが、この島に対するデンマークの領有主張の始まりになった。レイフ・エリクソンがアメリカを発見した様子を描く、クリスチャン・クロークの絵、1893年、アイスランドのサガによると、 ノース人がグリーンランドの開拓地を設立してからほんの数年後、彼らはその西側にある土地の探検を始めていた。985年、アイスランドからグリーンランドまでの皇帝を400人、内主700人の開拓者を乗せた25隻の船体が出発し、そのうち、ビャルニヘルヨルフソンという商人が風に吹き流されてコースを外れ、3日間航海した後に、 西の土地を目撃した。ビャルにはその父の農園を乱出すことにしか興味がなかったが、その発見の模様をレイフ・エリクソンに告げた。エリクソンはその地域を詳細に探検し、15年後には小さな開拓地を作った。佐賀によれば、この探検期間に発見された3つの地域がある。平らないの土地を意味するヘルランド、森の土地を意味するマルクランド、 それにより、いくらか南のアインの土地を意味する、ビンランドだった。マルクランドは、樹木の少ないグリーンランドの開拓者には絶大な、興味があった。ビンランドについては、近代の言語学者が、草原の大地を意味すると主張している。佐賀で述べられている、開拓地は、ビンランドだった。エリークの子供たち、レーフ、ソルバルド。 ソルステイン及び妹のフレーディースの4人はすべて来たアメリカ大陸を訪れることになりソルバルドはそこで死んだビアルニが説明した経路、目印、潮流、岩礁及び風を頼りとしレーフはビアルニが使ったのと同じくナール船に35人の乗組員を乗せ新世界に向けて1800マイルを航海したレーフはヘルランドを 平坦で森があり、どこまで行っても広く白い浜があり、海岸線はなだらかに傾斜していると表現した。レイフとその仲間は、父のエイリークが、この遠征隊を率いることを望み、エイリークにそう伝えた。しかし、エイリークが、息子の後悔に加わる際、海岸近くの濡れた岩に乗っていた馬が足を滑らせた。彼は落馬し、怪我をしたために後に残った。 1001年、レーフはおそらく、ニューファンドランド島の北端にある、ケープボールド近くで冬を過ごしており、ここでのある日、彼の育ての親で、ドイツ人である、ティルカーが酒に酔っているのを見つけている。このことについて、佐賀では、この地域で自生している、ワインベリー、スカッシュベリー、グーズベリー及びクランベリーのことを記述している。 発酵したベリーをレーフがワインと表現したかについては、諸説ある。さらに、このルド語では、ビンという言葉の、イの音が単音か超音であるかによって意味が異なる。超音の場合はワインを意味し、単音の場合は、牧草地あるいは、草地を意味する。このことについて議論が続いているが、最近の言語学的研究では、ビンランドが、 牧草地や草地を意味するという説が有力になっている。レイフは、レイフスボダルナで穏やかにもう一冬を過ごし、その後、父に対することしての義務を果たすために、グリーンランドのブラッターフリーズに戻った。1004年、レイフの弟ソルバルドは30人の乗組員と、共に、ニューファンドランドに航海し、その年の冬を、レイフの宿営地で過ごした。春になって、 ソルバルドは川で覆われたカヌー3隻の下で眠っていた先住民九人を襲った。九人目の犠牲者は逃げ帰り、間もなく軍勢を連れてノース人宿営地に戻ってきた。ソルバルドはバリケードをすり抜けてきた矢にあたって殺された。その後も短い間敵対関係が続いたが、ノース人はもう一冬を過ごし、翌春にそこを離れた。その後、 レーフのもう一人の弟ソルステインが新世界に旅して兄の遺体を回収したが一夏止まっただけとなった。勇者ソルフィンとも呼ばれたソルフィンカルルセフ2が家畜と160人の男女を3隻のクナール船に乗せてここを訪れたのが1009年のことだった。厳しい冬の後で南に向かいストラウムフィヨルドで上陸したがその後おそらくは 潮流が激しかったために、ストラウム星に移った。ここでは、先住民とノース人の間に、友好的な関係が結ばれた印がある。両者は、毛皮やハイロリスの皮と、ミルクや、先住民が頭飾りに巻くための赤い布と、ぶつぶつ交換した。ここで矛盾する話がある。一説では、カルルセフにタッチの飼っていた牛が、森の中から突然出てきて、 先住民を驚かせたので、先住民は川製の船に走り込み、それを漕いで逃げたというものである。三日後、彼らは軍勢と共に戻ってきた。先住民は濃い青色で柱の先に大きな玉がついた羊の腹ほどあるものを持ち上げるカタパルトを使った。これがノース人の頭の上を飛び交い、大きな音を立てた。ノース人は引き下がった。 レイフの衣服姉妹の娘、フレーディース・エリクス・ドッティルは妊娠しており、逃げ出した、ノース人についていけなかった。フレーディースは、そんな惨めな恥知らずから逃げていく者たちに止まるよう、呼びかけ、武器があればもっとマシなようにできると付け加えた。彼女は、先住民に殺された男の刀を掴んだ。続いて道儀から、チブサの一つを引き出し、それを刀で撃った。 これに驚いた先住民は逃げ出した。バイキングの領土と航海北アメリカ大陸の開拓地では毛皮や特別な木材などグリーンランドにはほとんどない天然資源の利用を目指していた。この短期間開かれた開拓地がなぜ高級的なものにならなかったかは明らかでないが理由の一つとしてノース人がスクレリングと呼んだ先住民と敵対したことが考えられる。 それでも、資料、木材及び先住民との交易を求めて、マルクランドに散発的な航海を行うのは400年間続けられた、はずである。ノルウェー国王オーラブ三世を描いた貨幣が、アメリカ合衆国メイン州の、先住民考古学遺跡から発見されたと、言われるように、航海が続いたという証拠は、11世紀とそれ以降も、ノース人と先住民との交流があったことを、 示唆している。1347年からあるアイスランドの年代期には木材を積んだ小さなグリーンランドの船が18人の乗組員を乗せマルクランドからグリーンランドに戻ろうとしている最中アイスランドに到着したとされている。さらにノース人の物資がいくつかのイヌイットの集落から発掘されてきた。クリストファー・コロンブスの航海によって アメリカ大陸におけるヨーロッパ人の大規模植民地化への道が開かれてから数世紀ノース人が北アメリカに実際に航海したのかという話は不明確なままだった。1837年にデンマーク人古物商カール・クリスチャン・ラフンがノース人による北アメリカ開拓あるいは航海の可能性を指摘したときこれらの佐賀は初めて真剣に取り上げられた。 スカールホルトマップブレーメンのアダムによって1075年頃に書かれた文献では北アメリカがビンランドという名前で初めて言及されている13世紀から14世紀以後に北アメリカとそこでのノース人の昔の活動について書かれた最も重要な作品すなわちアイスランド人のサガが書物として成立した1960年代 考古学者のアンスタイニングスタッドと、その夫でアウトドアン派の著作家、ヘルゲイングスタッドは、ニューファンドランド島のランスオメドーで、ノース人開拓地を発掘した。この時、この問題は、決定的なものになった。佐賀で言及される、様々な土地の場所は現在でも明らかでない。多くの歴史家は、ヘルランドを、現在のバフィン島に、マルクランドを、 ラブラドール地方に同定している。ビンランドの位置は、異論の多い問題である。多くのものは、ランスオーメドーが、佐賀で述べられている、ビンランド開拓地であると考えているが、ビンランドは、ニューファンドランドよりも暖かい土地であり、もっと南にあったと主張する者も,もいる。ルーン文字が刻まれた石碑とされるものが、北、アメリカで見つかっており、その最も有名なものが、 ケンジントンルヨニストーンである。あるものはこれを、ノース人による探検で生まれた人工物と考えるが、他の人々には害して、デッチ上げと考えられている。北、アメリカを表した地図が二つある。その一つ、ビランドマップはノース人による探検に関連づけて考えられるが、しかし現代の捏造品とも考えられている。 もう一つ、スカールホルトマップは1570年にアイスランドの教師が作ったものである。ありがとうございます。